水俣病とは、メチル水銀化合物による中毒性中枢神経系疾患のうち、化学工場などから環境に排出された動物質によって汚染された海産物を人が経口摂取したことにより集団発生した抗害病である。1956年5月1日、熊本県水俣市の新日本窒素肥料、水俣工場付属病院長の細川はじめが、 水俣保健所に患者の発生を報告し、公式に確認された。1958年頃から水俣病の名称が使われ始め、1968年9月26日、厚生省は水俣病の原因物質を窒素水俣工場の排液に含まれたメチル水銀化合物であると認定した。類似の公害病にも命名されている。公害の原点とも言われ、 工業災害における犠牲者の多さでも知られる。1997年7月29日、熊本県知事が水俣湾の安全宣言を行い、同年10月から漁が再開された。1931年、熊本県水俣町にある日本窒素肥料株式会社水俣工場の技術者の橋本彦氏らは、カーバイトからアセチレンを作り、これを水銀触媒を使って、 アセトアルデヒドに変える一連の合成方法を発明し特許現場に登録した。1932年から同工場で創業開始。アセトアルデヒドを原料とするブタノール、酢酸、酢酸エチル、無水酢酸、酢酸繊維素、酢酸ビニールなどの製品化に成功した。1938年、橋本は水俣工場長に就任。 1941年、窒素は日本で初めてアセチレンから塩化ビニルへの合成に成功した。橋本は第二次世界大戦後、水俣市長を通算4期務めた。窒素はアセチレンの不加反応に金属水銀や証拠を用いており、目的の反応生成物を取り除いた後の工業排水を無処理で水俣湾に排出していた。そのため、 これに含まれていたメチル水銀が魚介類の食物連鎖によって生物濃縮し、これらの魚介類が汚染されていると知らずに摂取した知らぬ非海塩岩の熊本県及び鹿児島県の住民の一部にメチル水銀中毒症が見られ、これが水俣病と呼ばれることとなった。環境汚染の食物連鎖で起きた人類史上最初の大規模有機水銀中毒でかつ、 世界中に知れ渡った公害病である。有機水銀は自然界にごく普通に存在し、魚介類で有機水銀を含まないものはない。人間は日常的に魚類から有機水銀を摂取している。日常の食事などからの摂取が一定の範囲内であれば適切に排出され問題はないが、 大量に摂取した場合は排出しきれず蓄積され、激しい中毒症状を引き起こす場合がある。妊婦などには、台湾を通じて胎児に影響が出ないよう、マグロやカジキといった水銀含有量の多い魚の摂取について注意喚起が行われている。後年わかるように、水俣病は昭和20年代後半から30年代前半に、触媒の変更によって、 一時に爆発的大量の有機水銀が海中に放出され、それを摂取した魚類が適切に排出できずに高い濃度で蓄積し、さらにそれを食べた人間に激烈な中毒症状が発生したものである。水俣病は、いわば量的問題で起こったものであり、自然界における摂取と排出のバランスの崩壊で発生したものであった。当初は原因がわからず、 奇病と呼ばれていたが、地名を取って、水俣病と呼ばれるようになった。原因が解明された後は、同様の抗害病の故障にも用いられた。水俣病、第二水俣病、痛い痛い病、四日市全息の四つは、四大抗害病と呼ばれる。有機水銀である、メチル水銀への暴露によって、中毒となった場合、主に中枢神経系が障害され、 メチル水銀中毒症が病名となる。ただし、動物質による抗害によって引き起こされた、すなわち抗害病と認定された場合は特に水俣病と呼ばれる。抗害病では環境に排出されたメチル水銀が食物連鎖によって生物濃縮され、それを経口摂取することで発症するが、妊婦が摂取した場合、胎盤を経由して胎児にも影響し、 同様な障害を持つ子が生まれることがある。この場合は、胎児性水俣病という。なお、職業病の場合は、水俣病とは呼ばない。また、主に腎臓が障害される向き水銀中毒症、あるいは、人トシ歯肉炎、口内炎、精神症状が三大主張の金属、水銀中毒症も、病態が異なるため、水俣病とは呼ばない。ただし、 環境中に排出された無機水銀が環境中でメチル化され生物の汚をしている例が世界各地で確認されているため水銀汚染の抗害病の議論の中でこれらが水俣病と共に語られることがある原因物質は容易に確定されなかった1958年7月時点では熊本大学医学部研究班は原因物質としてマンガンセレン カリウム等を疑っていた。当時、水銀は疑われておらず、また全処理段階の加熱で蒸発しており、検出は不可能であった。しかも、有機水銀を正確に分析し物質中の、含有量を測定する技術は存在していなかった。しかし、翌1959年7月22日、熊本大学ミガマタ病研究班は、 竹内忠夫や徳富春彦らの研究に基づいて、水俣病の原因は有機水銀であることが、ほぼ確定的になったという発表を行った。これは、排水口周辺の海底に堆積するヘドロや魚介類、患者の体内から水銀が検出されたことによる。同年10月、水俣病発見者、細川はじめ院長は、院内猫実験により、 アセトアルデヒド作産製造工場排水を投与した猫が水俣病を発症していることを確認し、工場責任者に報告している。しかし、工場の責任者は実験結果を公表することを禁じた。1962年8月11日、当時は東京大学工学部大学院生であった、ゆいじは写真家の桑原文生と共に、 水俣工場付属病院の医師小島寺氏はを訪ねた際、猫の実験に関するノートを発見。桑原は小島が駐座した隙に接写レンズでノートを撮影。1963年3月、ういは現代技術史研究会技術史研究に富田八郎のペンネームで水俣病の連載を開始。連載は1967年8月の 第38号まで13回にわたり、水俣病と窒素の関係が多くの論文、データのとともに明かされた。公式見解としてメチル水銀化合物と断定したのは1968年9月26日であった。これは水銀中毒であることは確かだが、当時数ある有機水銀のうちのメチル水銀が原因であるという確証が得られなかったことに起因する。 この物質がメチル水銀であったことはすぐに判明したものの初期の曖昧な内容が東大医学部などの反論を招いたそしてそれに対する再反論作成の必要に迫られるなどして原因特定の遅れを招くことになったためであるなお当時の文献やそれを引用した文献では原因物質は単に有機水銀と表記されていることがある水俣病は メチル水銀による中毒性中枢神経疾患であり、その主要な症状としては、四肢末梢神経の感覚障害、運動失調、急進性子野狭窄、聴力障害、平行機能障害、言語障害、心腺などがある。患者には重症例から軽症例まで多様な形態が見られ、症状が重篤な時は、競争状態から意識不明をきたしたり、 さらには死亡したりする場合もある。一方、比較的軽症の場合には、頭痛、疲労感、味覚、嗅覚の異常、耳鳴りなども見られる。メチル水銀で汚染されていた時期にその海域、流域で捕獲された魚介類を、ある程度の頻度で接触していた場合は、蒸気症状があれば、メチル水銀の影響の可能性が考えられる。典型的な 水俣病の重症例では、まず口の周りや手足が痺れ、やがて見護障害、歩行障害、急進静止や狭窄、難聴などの症状が現れ、それが徐々に悪化して、歩行困難などに至ることが多い。これらは、メチル水銀により、脳、神経細胞が破壊された結果であるが、血管、臓器、その他組織等にも作用して、その機能に影響を及ぼす。 可能性も指摘されている。また、胎盤を通じて、胎児の段階で、ベチル水銀に侵された、胎児性水俣病も存在する。上記のうち、いくつかの症状が、同時に現れるものもあるが、軽度の場合には、臨床症状だけで、他の病気と識別診断するのは一般に、困難である。このような症状の程度は、一般に、ベチル水銀の曝露量に依存すると考えられるが、 メチル水銀はすでに体内に残留していないため、過去に遡って、曝露量を推定することは困難である。発症後急激に症状が悪化し、激しい痙攣や神経症状を呈した末に死亡する、激症型は高濃度を染時期に大量のメチル水銀を摂取し続けたものに見られる。この臨床症状は、典型的なメチル水銀中毒である、ハンター・ラッセル症候群と、 よく一致し、これが、水俣病原因物質究明の決め手となった。激症型には至らない、レベルのメチル睡眠に一定期間曝露した場合には、軽度の水俣病や、慢性型の水俣病を発症する、可能性がある。一方、長らくの間、ハンター・ラッセル症候群という水俣病患者中、最も重篤な患者、いわば、頂点に、水俣病像を限定してしまい、 その、中腹、裾野である慢性型や軽症例を見逃す結果を招いてしまったとの批判がある。人体では、メチル水銀自体は、比較的排泄されやすい、化学物質の一つであるが、中枢神経系などに入り込みやすく、体盤を通過しやすいという化学的な性質を有しており、その毒性作用は、神経細胞に生じた障害によるものである。一旦生じた、 脳、神経細胞の障害の多くは不可逆的であり、完全な回復は今のところ望めないが、リハビリによりある程度症状が回復した例は多数存在する。一方で、若い頃に健康であったものが、加齢に伴う体力低下などによる水俣病が健在化する場合も考えられる。重症例はもちろん、軽症であっても感覚障害のため日常生活に、 様々な支障が出てしまう。例えば、細かい作業ができず、あるいは作業のスピードが落ちる。怪我をしても気づかず、傷口が広がったり菌が侵入したりする原因となる。こうしたことから、危なくて雇えないなどと言われ、職を失ったとする証言は、判決文や出版物中に複数存在する。水俣病公式発見前後、激症型の激しい症状は、奇病。 伝染病などといった差別の対象となった。こうした差別のため、激症型以外の患者が名乗り出にくい雰囲気が生まれ、熊本大学研究班に送られてくる症例は、激症患者ないし、それに近いものだけとなり、ますます、水俣病像イコール、ハンターらしセル症候群という固定関連が強くなってしまった。水俣湾と窒素水俣工場の位置関係。 1932年から1958年まで、水俣工場から排水路を経由して百健港に排水が流された。その後は、1968年5月に、水俣工場でのアセトアルデヒド生産が停止されるまで、排出先が水俣川川口に変更された。日本で水俣病とされる病気が集団発生した例は、過去に2回ある。 そのうちの一つは、新日本窒素肥料水俣工場が、アセトアルデヒドの生産に触媒として使用した、無機水銀から発生したとする、メチル水銀である。アセトアルデヒドは、アセチレンを気流産溶液に吹き込み、触媒下で水と反応させることにより生産される。工場は触媒の反応過程で複製された、アルキル水銀化合物を排水とし、 特に1950年代から60年代にかけて、水俣湾にほぼ未処理のまま多量に廃棄した。そのため、魚にメチル水銀の生態濃縮が起こり、これを日常的に多量に摂取した沿岸部住民などへの被害が発生した。1960年には新潟県阿賀野川流域でも同様の患者の発生が確認され、新潟水俣病と呼ばれる。これは、 長野川上流の昭和電工可能性工場が廃棄したメチル水銀によるメチル水銀中毒が世界で初めて報告されたのは1940年のイギリスであるこの時はアルキル水銀の農薬工場における従業員の中毒例であったハンターとラッセルによって運動失調、高温障害、吸収性子や強作がメチル水銀中毒の3つの主要な 臨床症状とされたため、これをハンターラッセル症候群と呼ぶ。1959年7月に有機水銀説が熊本大学や厚生省食品衛生調査会から出されると、窒素は工場で使用しているのは無機水銀であり、有機水銀と工場は無関係と主張し、さらに科学工業界を巻き込んで有機水銀説にことを唱えた。これは当時、 無機水銀から有機水銀の発生基準が理論的に説明されていなかったことによる病気の発見から約11年が経過した1967年になりようやく窒素工場の反応機の環境を再現することで無機水銀がメチル水銀に変換されることが実験的に証明されたしかし排水と水俣病との因果関係が証明されない限り工場に 責任はないとする考え方は、被害の拡散を防ぐための有効な手段をほとんど打てずに懸念していくという重大な問題を抱えることになり、結果として大量の被害者を生み出し、地域社会は元より保障の増大などで企業側にとっても重篤な損害を生む元になった。原因の特定が困難となった要因の一つとして、窒素水俣工場と同じ製法でアセトアルデヒドを、 製造していた工場が当時国内に7カ所、海外に20カ所以上あり、水銀を未処理で排出していた場所も他に、存在したにもかかわらず、これほどの被害を引き起こしたのは水俣のみであり、かつ終戦後になってからという事実がある。この事実が、科学工業界の有機水銀機原説の反証として、利用されて研究が進まず、発生メカニズムの特定を、 とことんまで遅らせることとなった。窒素水俣工場では、第二次世界大戦前から、アセトアルデヒドの生産を行っていたにもかかわらず、なぜ1950年過ぎから、有機水銀中毒が発生したのかは、長期にわたって、その原因が不明とされてきた。現在でも、決定的な理論はまだ出現していない。しかし、 生産量の増大ならびに窒素が1951年に行った生産方法の一部変更による水銀触媒のあるキる生成物の上昇が患者の大量発生に何らかの形で関係したと考えられている。この生産方法の変更は白石宗成社長時代に行われた。白石は日本統治時代の朝鮮にあった朝鮮窒素の幹部を経て戦前以来長く、 役員を務める。在任中に、初の水俣病公式認定患者が出る。生産工程の変更は、アセトアルデヒド合成反応機内の、硫酸水銀触媒の活性維持のために、除触媒として使用していた二酸化マンガンを硫化台に、鉄に変更したために、塩化メチル水銀などのアルキル水銀を多く、発生させることとなり、それが排水として流されたことが考えられている。 また、窒素水俣工場が、アセトアルデヒド生産を開始したのは1932年からで、年間生産量は1954年までは209から9159トンで、あったが、1950年代中頃から増産が、続き、1956年には、前年度の約1.5倍の15919トンとなり、 1960年には45,244トンで最高となった。また、当時の生産設備は老朽化が進んでいたが、経費削減で更新を怠ったため、廃液の流出が年々加速度的に増えつつあったことが、当時の薬剤購入量から示されている。このように、この時期の生産量の急激な増大や、老朽設備運転による廃液量の増加に代表される、 利益市場主義による科学プラントプロセス管理の無視、除食媒の変更などが組み合わさった結果、最終的には大量のメチル水銀の生成につながったと考えられている。最近の研究によると、工場から海域へ廃棄されたメチル水銀の量は0.6から6トンに達したと推定されている。やはり科学工業界が反省として利用していた事実、すなわち自然の海域には、 無機水銀をメチル水銀に変換する天然の細菌が存在するが、それらが生成するメチル水銀はごく微量であると熊本県は主張している。このように水俣病発生当時、工場はメチル水銀を流していなかった自然の海域で無機水銀から生成した有機水銀が水俣病の原因となったなどの主張に明確な根拠はない。 そもそもの原因として挙げられるのは、当時世界中で採用されていた、アセチレン法アセトアルデヒド工法である。これはあくまで、経験的に効率良い水銀の安定回収ができる工法であり、理論的な生成基準の研究はされておらず、したがって有機水銀の中間体ができることは誰も気づかなかったのである。 水俣病らしき症例が見られたとされるのは1942年頃からである。1952年頃には、水俣案周辺の漁村地区を中心に猫、カラスなどの不審死が多数発生し、同時に得意な神経症状を呈して死亡する住民が見られるようになった。この頃は猫踊り病と呼ばれていた。1954年8月1日、熊本日日新聞が、 猫転換で全滅、水俣市、茂道部落、ネズミの激増に悲鳴と社会面三段で報じた。約120個の漁村で猫104匹が次々と気が気を伝えように切り切り舞いしてほとんど全滅。ネズミの急増に手を焼いた住民が市役所に駆除を依頼し、居合わせた熊本日日新聞の記者が記事にしたというものだった。これが 水俣病の発報とされる。当初、患者の多くは、漁師の家庭から出た。水俣金海産の魚介類の市場価値は失われ、水俣の漁民たちは貧困に陥るとともに、食料を魚介類によらざるを得なかったため、被害が拡大されていくことになった。原因がわからなかったため、当初は、奇病などと呼ばれていた。水俣病患者と水俣出身者への差別も起こった。 そのことが現在も差別や風評被害につながっている。水俣市では新日本窒素肥料に勤務する労働者も多いことから、漁民たちへの誹謗中傷が行われたり、新日本窒素肥料への批判を行うものを差別したりすることも多かった。水俣市は窒素によって発展した、いわゆる企業城下町である。当時も、 住民の約7割が窒素と何らかの関係を持っていたとされる。水俣病患者で最古の症例とされるのは、1953年当時5歳11ヶ月だった女児が発症した例である。この女児は1953年12月頃から様々な症状を発するようになった。女児は1956年3月15日に死亡し、後に 水俣病公式認定患者第1号に認定された。患者発生が顕在化したのは1956年に入ってからである。新日本窒素肥料水俣工場附属病院長の細川はじめは新規な疾患が多発していることに気づき、1956年5月1日、原因不明の中枢神経疾患として5例の患者を水俣保健所に報告した。 この日が、水俣病公式発見の日とされる。同年頃から、水俣周辺では、脳性麻痺の子供の発生率が上昇した。患者公式認定に至る前から漁獲口の激減による漁民の旅重なる訴えや小動物の相次ぐ異変も続出していたが、当時の白石宗成社長は、不作為に終始した。1958年、新日本窒素肥料の新社長に、 吉岡貴一が就任。同年9月25日、新日津水俣工場は、アセトアルデヒド作産製造設備の排水経路を、水俣湾百軒港から、八代海に面した水俣川川口の八万プールへ変更した。しかし、1959年3月から、水俣病患者は、水俣案周辺にとどまらず、水俣川川口付近及び隣接するつなぎ町や、 海流の下流部にあたる鹿児島県泉市と知らぬ控え、沿岸全体に拡大していった。このことによって、アセトアルデヒド作産設備排水が、水俣病を引き起こすことは明らかになった。多くの水俣病関係者はこれを人体実験であるとみなした。1五十九年七月二十二日、熊本大学水俣病研究班は、竹内忠夫や徳富春彦らの研究に基づいて、 水俣病の原因は有機水銀であることがほぼ確定的になったという発表を行った。水俣病の原因が新日本地質素肥料、水俣工場から排出された水銀である疑いが濃くなった。同年8月24日、東京工業大学教授の清浦来作は水俣を訪れ5日間現地を調査。8月29日、水俣市役所で記者会見し、 水俣港防波堤の外側海水は日本にある他の化学工場所在地の海水とほぼ同程度で正常だと述べ、水俣病は工場廃液とは関係がないと発表した。新日本窒素肥料の吉岡貴一社長は反論工作を日本化学工業協会専務理事の大島武次に依頼。同年9月28日、大島は 太平洋戦争が終わって海中に投棄された、急に本軍の爆弾が腐食し、中身が溶け出したとする爆薬説を発表した。10月7日には、吉岡自身が、水俣工場長の西田栄一と共に県庁を訪ね、寺本工作知事、熊本県議会議長の岩尾豊と、同副議長の堀川光樹、水俣病対策特別委員長の田中助次と会談。 有機水銀説が納得できない5つの理由を挙げ、大島の爆薬説を披露した。同年10月6日、新日地付附属病院の細川はじめ院長は、院内猫実験により、アセトアルデヒド酢酸製造工場排水を投与した猫が水俣病を発症していることを確認し、工場責任者に報告した。しかし、工場の責任者は実験結果を公表することを、 禁じた。実験結果が公になったのは1970年7月の水俣病訴訟の細川博士の臨床尋問によってであった。同年10月23日、厚生省食品衛生調査会、水俣食中毒特別部会のワニ淵武之委員長は、海中闘記の事実そのものがなかったという調査結果を報告。大島の爆薬説を 根拠のないものだとして否定し、社会を惑わす、人道上の問題だと激しく非難した。それでも、爆薬説は否定されるまでの間は、窒素側にとって、一定の役割を果たした。同年10月、アセトアルデヒド作産設備排水が原因であることを、知った通産省は、新日窒に対しアセトアルデヒド製造そのものの、禁止はせずに、アセトアルデヒド製造工程排水の、 水俣川川口への放出のみを禁止した。新日地は通産省の指示に従い、排水経路を水俣川川口から水俣湾百軒港に戻し、その後、閉鎖循環方式に転換した。同年11月11日、清浦は有機ア面接を通産省に報告。同年11月12日、食品衛生委員会常任委員会は、 水俣食中毒特別部会の中間報告に基づいて渡辺義雄厚生大臣に水俣病の原因は有機水銀化合物であると答申。翌13日、渡辺が閣議で紹介すると池田隼人通産大臣は窒素者が原因だとするのは焦燥だと反論し、結局閣議了解事項とならず通産省に押し切られた厚生省は同日。 水俣食中毒特別部会を解散させるに至った。水俣病の有機水銀原因説に対して、新日本窒素肥料や日本科学工業協会などは強硬に反論している。同年12月25日、水俣工場は汚水処理装置、サイクレーターを完成。工場排水による汚染の問題はなくなったと宣伝したが、後にサイクレーターは、 水の汚濁を低下させるだけで、排水に溶けているメチル水銀の除去には全く効果がないことが明らかにされた。同年12月30日、新日本窒素肥料は、水俣病患者と家族で作る、水俣病患者家庭ご除会と未満金契約を結んだ。少額の未満金を支払ったが、会社は汚染や被害についての責任は認めず、将来水俣病の原因が、 工場排水であることが分かっても新たな保障要求は行わないものとされた。このほかこの年には新日本窒素肥料は排水停止を求めていた漁業組合とも漁業保障協定を締結した。これらの一連の動きは少なくとも当時社会的には問題の沈静化をもたらし水俣病は終結したとの印象が生まれた。実際にはそれまで 南端周辺に限られていた患者の発生も、1959年、初め頃から地理的な広がりを見せており、その一方、声を上げることのできない患者たちの困窮は、さらに深まっていった。1960年、窒素は、排水処理の改善を実施しており、泥に排水を通して、メチル水銀を吸着除去する施策や、上流とドレーンの循環を開始した。 1960年1月、政府は経済企画庁、通産省、厚生省、水産庁からなる水俣病総合調査研究連絡協議会を設置、同年2月26日に第1回会合を開いた。協議会には学識経験者として、熊本大学研究班の内田巻男と木田村正嗣東京水産大学の宇田道隆、 東京大学の松江義幸、東京工業大学の清浦来作らが参加した。同年4月8日、新日本窒素肥料からの支援を受けて、日本科学工業協会は、水俣病研究懇談会を設置した。同懇談会は、日本医学会会長の田宮武雄が委員長を務めた、ことから通称、田宮委員会と呼ばれ、小林義人、沖中茂雄、勝沼春雄、 清浦う来作と木田菊次らが参加した。民谷委員会の研究者たちは有機水銀説に反論し、他に原因があると主張した。同年4月12日、水俣病総合調査研究連絡協議会の第2回会合が開かれ、熊本大学の内田巻男から有機水銀説が報告されるが、これに対し、清浦が反論。水俣病の原因は、 水銀ではなく、アミン系の毒物であると述べ、会によるアミン中毒説を発表した。同協議会は、清浦の発表のほか何の成果も出すことなく、翌年に消滅した。1961年4月、東方大学教授のと、木田菊次は、現地調査も実施せずに、腐敗アミン説を発表。非水銀説を唱える、学者、評論家も出現。 清浦や、時川御用学者と呼ばれるとともに、マスコミや、世論も混乱させられた。1962年11月29日、脳性症に麻痺患者16人が胎治性、水俣病と認定。水俣病の原因物質であるメチル水銀は、胎盤からも吸収されやすいため、母体から胎児に移行しやすい。さらに、発達途中にある胎児の神経系は、 大人よりもメチル水銀の影響を受けやすいことが今日では明らかになっている。政府が発病と工場排水の因果関係を認めたのは1968年である。1968年9月26日、厚生省は熊本における水俣病は新日本窒素肥料水俣工場の アセトアルデヒド製造工程で複製されたメチル水銀化合物が原因であると発表した。同時に科学技術庁は新潟有機水銀中毒について昭和電工可能性工場のアセトアルデヒド製造工程で複製されたメチル水銀を含む工場排液がその原因であると発表した。この二つを政府統一見解としたがこの発表の前の同年5月に 新日津また工場は、アセトアルデヒドの製造を終了している。この時、熊本また病が最初に報告されてからすでに12年が経過していた。厚生省の発表においては、熊本また病患者の発生は1960年で、終わり、原因企業と被害者の間では1959年12月に和解が成立しているなどとして、 水俣病問題はすでに終結したものとしていた。国は水俣病発生の責任を認めず、原告と国との裁判はその後も続いた。国は1990年に出された裁判所の和解勧告を拒否しており、和解に転じるのは1996年のことである。また、原告で和解を拒否した水俣病関西訴訟の裁判は2004年10月まで続いた。 2004年10月の水俣病を関西訴訟における最高裁判所判決は国や熊本県は1959年の終わりまでには水俣病の原因物質及びその発生源について認識できたとし1960年以降の患者の発生について国及び熊本県に不作為違法責任があることを認定している1967年6月12日 新潟水俣病の患者は昭和電工を相手取り新潟地方裁判所に損害賠償を提訴した4大公害裁判の始まりである1969年6月14日熊本水俣病患者家族のうち112人が窒素を被告として熊本地裁に損害賠償請求訴訟を提起した1969年7月第1回 全国公害研究集会が、遺体遺体病が発生した富山県で開催された。水俣病、遺体遺体病、三池鉱山の一酸化炭素中毒、森永ヒソミルク中毒、金見輸症などの被害者、代表百数十人が集まる。1970年11月28日、大阪厚生年金会館で行われた、窒素定時株主総会に、白装束の患者らが、 交渉を拒み続けた窒素の社長に直接会うために一株株主として参加した大阪水俣病を告発する解放則1971年9月29日新潟水俣病第一次訴訟で新潟地裁は原告勝訴の判決を下した新潟地裁は昭和電工は有害なメチル水銀を阿賀野側に排出して住民に メチル水銀中毒を発生させた過失責任があると述べた。公害による住民の健康被害の発生に対して企業の過失責任を前提とする損害賠償を認めた画期的な判決となった。1971年、水俣病患者が新たに16人認定される。患者総数百五十人、うち死者十八人。百七十三年三月二十日、 熊本水俣病第一次訴訟に対しても原告勝訴の判決が下された。すでに熊本県で水俣病が発生した後に起きた新潟水俣病の場合と異なり、熊本での水俣病の発生は世界でも初めての出来事であった。そのため、熊本第一次訴訟で被告の窒素は、工場内でのメチル水銀の複製やその排液による健康被害は、 予見不可能であり、従って、過失責任はないと主張していた。判決はこれについても、化学工場が排水を放流する際には、地域住民の生命、健康に対する危害を未然に防止すべき、高度の注意義務を有するとして、公害による健康被害の防止についての企業の責任を明確にした。同年、環境庁が水銀値午後25時以上の提出は、 すべて除去することを決める。これに基づき、水俣湾の汚泥除去と埋め立てが行われる。水俣市の水俣病認定患者が自殺。1987年3月30日、熊本水俣病の第三次訴訟で、相良公子美子裁判長は、原告詳訴の判決を下し、国と県の責任を認めた。水俣病として認定された患者は、原因企業である窒素及び、 昭和電工からの保障を受ける。患者の認定は1959年に開始された。ハンター・ラッセル症候群をベースに症状の組み合わせを求めるものであった。1971年の時間通知で疫学条件といずれかの症状による認定が開始された。保障内容は1973年に患者と原因企業間で締結された保証協定により、 一時金数と1600万から1800万円、年金、医療費の支給などで認定患者の数は約3000人である。公害健康被害の保障等に関する法律による水俣病の認定は国の認定基準に従って国からの委託を受けた熊本県、鹿児島県及び新潟市が行う。一方、この水俣病認定基準が医学的ではなく、 政治的で不十分であるとの批判があり、この認定から外れた住民の救済が今日まで続く、保障、救済の主要な問題となってきた。1979年3月22日、窒素刑事裁判第一審判決。熊本地裁は、吉岡慶一元社長と西田栄一元南田工事長に業務上過失致死で禁錮2年。 執行猶予3年の有罪判決を下した。被告はこうぞ。私らが裁判に勝ったら、一人派の人たちも1800万円もらいなすった。それはまだいいのやけど、お金が出たばっかりに、自分も素言とじゃという人の出てきたとです。それも、以前は伝染病やとか言う、取った人やら、あそこの家は貧乏やから、魚しか食うもんがなくて。 病気になったとか、陰口叩いとった人に限って我も我もと心請は、するとです。ろくに魚も食べんのに、水俣病になった人やら、40年になった水俣に、越してきた人やらが、水俣病や、水俣病や言うて、絶対、焼酎飲みすぎてアル中になった人やら、中部やらの人が申請しとるとです。1990年12月5日。 水俣病裁判の国側の責任者として和解拒否の弁明を続けていた環境庁企画調整局長が自殺。1992年、水俣市の中学校の調査で水俣病の偏見から文通を断られたり、修学旅行でからかわれるなどの差別に悩むケースが多いことがわかる。国や原因企業などを相手に損害賠償請求訴訟を起こしていた。 未認定被害者らは、1995年、自民党、社会党、新党先駆けの連立与党3党による調停を受け入れ、これら訴訟の大半が取り下げられた。この時の政治解決により、被害者には一時金260万円などが、原因企業から支払われたほか、医療費の自己負担分などが国や県から支給されており、その対象者は、 1> 約12,700人に上る。この政治解決を受け入れずに、訴訟を継続したのが、水俣病関西訴訟である。2004年、最高裁は、関西訴訟に対する判決で、水俣病の被害拡大について、排水規制など十分な防止策を怠ったとして、国及び、熊本県の責任を認めた。また、認定基準については、 昭和52年判断条件は保証協定に定めた保証内容を受けるに至る要件として限定的に解釈すべきであるとし、その症状の一部しか有しないものについても、メチル睡眠の健康影響を認め、窒素などに600万から850万円などの賠償の支払いを命じた。この判決の後、それまで保証を求めてこなかった住民からも、 被害の訴えや救済を求める声が急増した。国は医療費の支給などが受けられる新保険手帳の受付を再開したが、この受給者は2006年11月末までに6500名を超えている。この他に貢献法による患者認定の新たな申請者も4600人に上っている。さらに1000人以上を原告として国や原因企業などを相手取った。 新たな損害賠償請求訴訟も提起されるなど、救済と保障問題は未だに解決には至っていない。2007年11月19日、窒素の後藤俊吉会長は、救済問題で、新旧済策について、株主や従業員、金融機関などへの説明がつかないとして受け入れ拒否を、意向を正式表明したが、かも一郎環境大臣は、 実素に負担を求めていく考えを明らかにした。2009年7月8日、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法が成立。その全文において、国及び熊本県が長期間にわたって適切な対応をなすことができず、水俣病の被害の拡大を防止できなかったことについて政府としてその責任を認めを詫びするとともに、 公権法に基づく判断条件を満たさないものの、救済を必要とする方々を、水俣病被害者として受け止め、その救済を図ることが定められた。しかし同法は、具体的な救済の範囲が示されていないことや、原因企業窒素の分社化を含むものであったため、批判の動きも見られた。2010年3月、未認定患者らで作る、 水俣病知らぬ悲観者会が提訴した損害賠償請求について、熊本地裁は和解を勧告し、その和解協議において裁判所の所見が示された。所見の内容は、水俣病と判定された原告に一時金210万円、及び療養手当を、被告の国、県、窒素が支給することとされており、原告被告双方が和解案を受け入れることを表明した。 同年4月16日、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針を閣議決定。水俣病が生ずる原因となったメチル水銀を排出した事業者である窒素、昭和電工の責任と、いわゆる関西訴訟最高裁判決において、公害防止政策が不十分であったと認められた国、及び 熊本県の責任等を踏まえて、水俣病被害者を与う限りすべて迅速に救済することとし、一定の感覚障害を有する人を対象に一時金210万円、及び療養手当等を支給することが定められた。しかし、この一時金について、厚生労働省は、収入であると判断し、一時金支給を受けている被害者が生活保護の支給を受けられなくなっているケースが、 多発している。こうした世帯は、熊本、鹿児島両県で100世帯を超える数で存在しているという。かえって生活苦が増したとの被害者からの声が相次いでおり、有識者からは、実情に合わない制度であるとして問題視する意見が多い。熊本県などは、制度の見直しを要望しているものの、厚生労働省は原則通りの運用であり、変更予定はないとしている。 これに関連して、一時金や和解金の支給開始直後から、生活保護の支給を打ち切られた鹿児島県、泉市在住の患者ら4人が、同市の処分を不服として、2011年9月9日、鹿児島地裁に処分を取り消す要訴訟を起こした。2021年9月14日、水俣病被害者団体、水俣病知らぬ悲患者会などで作る、ノーマア水俣被害者、 弁護団全国連絡会議は、友人スミスを題材とする映画、水俣水俣の日本公開に合わせ、すべての水俣病被害者の救済を目指して、インターネット署名に取り組むと発表した。署名は、オンライン署名サイト、change.org で受け付ける。水俣病の健康被害を訴える人と、その認定問題は2020年代においても、継続中である。 汚染海域の沿岸に居住歴がある人は約47万人。未認定患者で認定を申請した22,229人のうち認定されたのは1,790人である。2013年の最高裁判決は個々の事案を総合的に検討し判断すべきだと求めた。2014年に環境省が自治体に通知した認定の運用指針は同じ地域。 家庭に認定患者がいるか、漁業に従事した経歴、汚染魚介類を食べていた時期の頭髪中の水銀濃度などを基準として示したが、これに対しては救済につながっていないとの批判がある。2002年2月2日、窒素は最終処分場の外周道路及び護岸を水俣市に寄付を申し入れた。さらに2002年10月7日、水俣市は寄付を受け入れ、 所有権移転登記した。現在では8万プールの外周道路へは自由に出入り可能である。2014年5月16日、国と熊本県に対し食品衛生法に基づく被害実態調査と違法性の確認を求める行政訴訟が起こされた。厚生省はすべての魚介類が汚染されているわけではないなどとして食品衛生法の適用を見送った。 一方で、東日本大震災後の福島第一原子力発電所事故による食品への放射性物質の汚染に対しては、これと同様にすべての食品が汚染されているわけではないにもかかわらず、食品衛生法に違反するものとして解釈を示し、都道府県等に対して販売されないよう承知されたいと通達しており、両者の解釈に齟齬が生じている。水俣病資料館にある 水俣メモリアルの一部、祈りの噴水1968年9月13日、初めての合同慰霊祭が、水俣市公会堂で行われた。葬儀委員長は、橋本彦七市長が務めた。しかし、これを境に、死主祭の慰霊祭は長らく行われなかった。1992年5月1日、水俣病の公式確認日である、この日、第一回。 水俣病犠牲者慰霊式が、水俣安埋め立て地で開催された。以後、毎年5月1日に開催されている。1996年、水俣湾埋め立て地に隣接する水俣市明神地区に、水俣病メモリアルが完成した。その後、水俣病公式確認から50年目にあたる2006年4月30日、水俣湾浸水護岸に、 水俣病異例の石踏みが混流された。石踏みには行政によって認定された犠牲者314名の名簿が収められた。名簿に記載された犠牲者は認定死亡患者の2割に過ぎず、それも一般に公開されないことを条件に記載を承諾したものだった。なお、水俣病未認定死亡患者は名簿にその名を記載することさえ許されていない。水俣病に対しては、 発生当初から差別や中傷が行われてきた。2000年代以降は沈静化したとされていたが、2014年5月1日に水俣病医例式の様子がテレビニュースで放映された際、出演し、インタビューに応じていた認定患者で、水俣市立水俣病資料館の語り部の会長を務める男性が、ニュース放映日以降、いつまで騒ぐのかなどの中傷電話を、 継続的に受けている実態が明らかになった。2010年6月上旬、熊本県足北町で行われた中学校サッカー部同士の試合で、同県内の私立中学校の男子選手が、水俣市内の中学校チームの選手に対し、水俣病、触るななどの暴言を繰り返し言っていたことが判明している。1973年5月22日、朝日新聞により、 福岡県大牟田市の有明海に第3水俣病と報道され、全国に水銀パニックが発生したが、その後の調査により、誤報であることが判明した。また、河川の堆積物から多量の水銀が発見された、新潟県関川水系でも、約10名の水俣病類似症状の発生が1973年に報告されたが、1971年の 患者認定基準を適用した結果、否定された。関川水系の水銀は、流域の向上に由来するものと、上流部にある黒姫山、妙高山、新潟焼山などの火山由来によるものとの双方が、起源となっている。さらに、山口県徳山市も、第三水俣病として問題になったことがあったが、徳山は、無期水銀であり水俣病ではないとされた。 無機水銀を含むヘドロは、徳山湖を埋め立て地に、今なお存在している。水俣市内に、多くの廃棄物が埋められていることは、水俣市市民部公害化発行、第4号公害調査報告書に記されている。この報告書が発行された、昭和52年3月は、水俣病訴訟の時期であり、当時の浮池正樹水俣市長、人間回復と、 環境復元対策を慎重に、かつ早期に実現し、と関東に記している。工場から排出される、廃棄物を埋め立てた八万プールの一部には、水俣クリーンセンターや、水俣エコタウンが立地している。周辺の溶壁や石垣の隙間からは、カーバイトくずを含む、高アルカリの地下水が湧き出ていることが現地で確認できる。ありがとうございます。